どうも、トメンテレスチャンネルトメンです。MJ です。はい、今回は、この前動画で上げさせてもらったんですけど、マレー・ソアレス練習と僕らが呼んでいる、はい、ボールを出して、相手の前衛が打ち返すっていうのを、動画を上げさせてもらいました。ちょっとパート1ということで、それ見てない方がいるかもしれないので、ちょっとやってみたいと思います。ちょっとだけね。チリナダルにやってみたいと思います。はい。こっちの人がボール出しでワンバウンドしながら相手にボールを出して、ボレーするっていう、こういう練習ですね。はい。はい。はい。OK ですか？反応良くなりますね、これ。っていうので、今回、あれはパート1なので、ただ来たボールを返すっていうふうにやってたんですけど、今日は MJ も入れて、そのボールを MJ のポジションの人がまた返すという、パート2。これ ATP のサイトかなんかで見たんですよね。練習方法として。はい。これをちょっとやっていきたいと思いますので、ちょっと3人ローテーションしながらやっていきたいなと思います。では、やっていきたいと思います。はい。はい。
やってきました。パート2ということで、アイテムつけてやると、まあ、狙いがしっかりしてるんで、まあ、センターしっかり狙ってもらったらいいかなと思います。やっぱり相手を狙うっていう、まあ、足元にしっかり入れるってことも大事なんですけど、センターにしっかり狙いを定めて練習してもらったらいいかなと思います。で、動画ですので、何回も繰り返して見れると思うんですけど、ここのポジション2人の、まあ、スプリットステップだったりとか、タイミングを皆さん、見てもらったら、すごく反応良くなるんじゃないかなと。やっぱり僕らも、スプリットステップないとこれ、反応できないです。いくら球出しだからって言っても、球が速いので、しっかりスプリット踏んで、ボレーができるように皆さんも練習してみてください。